はい、ナオズです。先日紹介したこのポリスキャリアカーセット、すごくいいセットでしたよね。まあキャリア感も良かったんですけど、中に入ってるトミカがやっぱりすごく個人的には良かったんじゃないかなと思います。ということで今回はナオズで今まで紹介したことのある青系のパトカーや緊急車両を一気に見ていきたいと思います。最近よくやってる、全部トミカの〇〇シリーズですね。例によって多分ね何台か足りてないと思うんですけど、結構ね数集まりましたんで、このまま全部紹介していきたいと思います。では見ていきましょう。まず乗用車をベースにした車両から見ていきます。ホンダ CR-V パトカーです。これかっこいいですよね。この車両はイオンオリジナルトミカタウン交番パトカーセットについてました。これ久しぶりに見たんですけど、改めて見るとかっこいいですね。今回紹介する車両の中では個人的に一番かもしれません。で、フロントバンパーからフェンダー、サイドステップ、そしてリアバンパーにかけて、ガンメタのこれプリント塗装が入ってますね。これね、マット加工になってるんですよね。なかなかかっこいいんじゃないかなと思いました。で、グリルのところなんですが、これね、反射してるように見えるかもしれないんですけど、シルバーのラインが入ってるんですよね。結構細かくできてるなと思いました。警察のマークも入ってて、ライトはクリアパースになってます。これがかっこいいですね。で、サイドから見ると今回のコンセプトの青系のカラーリング確認できますね。これ綺麗ですね。ライトの先からビーッと青いラインが出てるのと、ボディの下半分ぐらいが、このカラーリングになってます。反対側も同じような感じですね。で、インテリアは黒一色、ルーフにはバー型の赤色灯がついてて、リア周りなんですけど、テールランプは塗装になってます。そして後部ドアをこんな感じで開けられるんですよね。このギミックはやっぱりね嬉しいですね。そしてサスペンションがついてます。次はトヨタランドクルーザー現場指揮車 DJ ポリスカータイプです。これはこれですね、110番警察車両 &DVD セットについてました。はい、ランクルがベースということで、これもかっこいいですね。ライトはクリアパーツ、これグリルも青系の色になってますね。で、下のバンパーはこれシャーシから連続してます。で、青の部分はさっきの CR-V よりも少し明るめのカラーリングになってるかなというのと、さっきはねプリントだったんですけど、このランクルは塗装になってるんですよね。なのでちょっとラインの出方が微妙なところですね。これ外れに当たってるかもしれないんですけど、かなりガタガタ感が、あるような気がします。で、インテリアは黒一色ですね。それから左右のドアを開けられるようになってます。で、DJ ポリスカータイプということで、上にね人が乗れるスペースがあるんですけど、しっかり滑り止めのパターンがね、あるんですよね。これなかなか細かいなと思います。で、赤色灯はありますけど、これクリアパーツではなくて塗装です。それからリア周り、 CR-V は後部ドアに、青いラインは入ってなかったんですけど、これはぐるっと回ってるような感じになってます。それとサスペンションがついてます。トイズドリームプロジェクトのこだわりパトカーコレクション2、三菱パジェロ警視庁現場指揮官車仕様です。長いですね。でもかっこいいですね。これライトはこんな感じの反射素材になってるんですね。これグリルと連続してますね。で、ちょっとね反射して見にくいかもしれませんけど、警察のマークも入ってます。で、青のパターンなんですけど、この部分斜めに切れてますよね。実はさっきのランクルも同じような感じで斜めに切れてました。ただこのランクルについてはさっきも言いましたけど、青のパターンが塗装だったんですよね。でもこのパジェロに関しては、そこが塗装ではなくてプリントなんですね。やっぱりねこうやって比べると、プリントの方がね綺麗ですし、かっこいいんじゃないかなと思います。で、窓のところに、網状のものが入ってますね。これなんですが、外側に網状のプリントが入ってるような感じになってます。なのでこれ爪で触るとガサガサガサとね音が鳴るような感じになってますね。で、左右のドアを開けられるようになってます。ちなみにインテリアは黒一色ですね。で、ルーフには、丸型の赤色灯が2つついてます。クリアパーツですね。2つついてるのは面白いなと思いました。で、後ろの方にはルーフキャリアがありますね。で、リア周りなんですけど、三菱のマーク、あとパジェロと入ってます。あと、リアウィンドウも網状になってますね。それと、サスペンションがついてます。続いては、お友達ゴールドの付録だったモデルです。これ、先日紹介した全部トミカのランエボの動画の中で、ちょっとね、詳しめに説明してますんで、簡単に見ておこうと思います。パトカー仕様になってますね。上が白のソリッド、下が水色のメタリック。で、その間に青のラインがぐるっと回ってるような感じになってます。で、左右のドアを開けられるようになってて、サスペンションがついてます。最後はトヨタハイエース遊撃車ですね。これは緊急車両現場に急行せよセットに入ってました。ちょっと迷ったんですけど、一応乗用車ということで紹介したいと思います。
はい、ちょっとねボロボロで申し訳ないんですけど、ライトは反射素材になってますね。でグリルもそのライトと連続してます。その上から塗装をかけてるような感じですね。これもさっきのパジェロと一緒で、窓の外側に網状のプリントが入ってますんで、爪で触るとガタガタガタとなるような感じになってます。でホイール少しね後ろの方残ってるんですけど、本当はシルバーになってました。でルーフのところは、赤色灯が2つ、少し短めのやつがついてますね。もちろんクリアパーツです。あとこのモデルのハイエースは後部ドアね開けられるようになってますよね。やっぱりいいですね。でサスペンションがついてます。ということで乗用車タイプ、青のパターンが綺麗な車両が多かったかなという印象ですね。続いてトラックタイプ見ていきましょう。まずは富格寺19幻想ポリスレスキューコレクションの特殊機動救助隊機動炊事車について見ていきましょう。ベースの車両はスバルサンバーですね。はい、まあ機動炊事車としてあるかどうかは分かりませんけど、実際こんな感じのカラーリングのサンバーあってもおかしくないんじゃないかなと思いましたね。でライトはこんな感じの反射素材になってます。で運転席の上のところにちっちゃな赤色灯がついてますね。これいいですよね。で青のパターンの入り方が結構ね面白いなと思いました。ボディの下半分だけではなくて、その上のラインもこれもね斜めに切れてますね。さらに運転席の上のところ、この辺りも、青のラインが入ってます。結構ね綺麗じゃないかなと思います。で荷台のところにはポリスレスキュー OR110 と入ってますね。この OR110 なんですけど、この車自体が、設定としておぼろ市という架空の、市にね、配属されてる車両なんですよね。なのでおぼろレスキュー110番の110というような感じじゃないかなと思います。間違えてたらごめんなさい。まあ、こんな感じね、いろんなところに入ってるんですよね。でこっち側のこのパネルをカパッと開けられるようになってます。出てくるのはおぼろ食堂と書いてあるのれんと、あと提灯ですかね、警察のマーク入ってますね。機動炊事車ということで、まあ、ここでねご飯を作って提供してくれるというような感じじゃないかなと思います。なかなか面白い設定ですよね。それとサスペンションがついてます。救助工作車です。災害対策用救助車3型がベースになってますね。これはこの警察車両セットに入ってました。はい、ライトは塗装になってますね。警察のマークもあります。窓がね結構大きいですよね。でさっきのサンバーも一部ねそうだったんですけど、これベースの車両の色が青になってますね。乗用車の場合はベースの車両が白で、そこに青いラインがね入ってましたけど、これはその逆になってます。青がベースになってて、そこに白いプリントとか、塗装がついてるというような感じになってますね。運転席の上にはバー型の赤色灯がついてます。クリアパーツ綺麗ですね。でその後ろ、これ確かライトだったと思うんですけど、こんな感じで、引き出せるようになってます。この辺りのシルバーすごく綺麗ですね。で一番後ろのところ、黄色のこのクレーンをこうやって動かせるようになってます。土台のところから回転はできないんですけど、この銀色のところが関節部分になってますんで、それぞれをこうやって動かすことができますね。これなかなかいいですよね。そしてサスペンションがついてます。はい、富格寺18幻想ポリスカーコレクションの、機動隊防犯用ブロワー車ですね。ベースの車両は三菱ふそうのキャンターになってますね。はい、ブロワー車自体はお持ちの方結構多いんじゃないかなと思います。富川区のアトラクションの景品とかでね、もらえるのが多かったような気がしますね。ただこのカラーリングすごくね綺麗だと思うんですけど、この富格寺18バージョンということで、これなかなかいいんじゃないかなと思います。さっき言ったように、ベースの車両のカラーリングそのものが青になってて、水色ですかね、そこに白のラインがぐるっと入ってるような感じになってますね。すごく綺麗だと思います。で運転席の上にはブーメラン型の赤色灯、クリアパーツかっこいいですよね。で一番後ろにブロワーがついてて、ここがシルバーになってます。ブロワー自体は特に動かせる部分はありません。テールランプはプリントですね。それとサスペンションがついてます。同じく大型ブロワー車の青です。まさしくこれ富加博のアトラクションの景品でもらいました。非売品と書いてありますよね。でこれなんですけど、さっきのブロワー車と基本的には同じですね。まあ、ただ青のね、種類が違うというかカラーリングが違うかなというところですね。でさっきのやつは上から見ても、全部この水色がかった青になってるんですけど、こっちに関しては上から見るとこんな感じでシルバーになってるんですよね。まあ、これ好みもあると思うんですけど、個人的にはこっち
形の方がかっこいいんじゃないかなと思いました。あとブロワーの裏側も同じようにこっち青になってますけど、こっちはシルバーということで、この辺ねすごく細かくできてていい感じですよね。それとサスペンションがついてます。はい、ということで、トラックタイプ見ていただきましたけど、やっぱりベースのカラーリングが乗用車タイプとは明らかに違ってましたね。さっきは白がベース、こっちは青がベースという感じになってたと思います。続いてバスタイプ見ていきましょう。トイズドリームプロジェクトのこだわりパトカーコレクション2、三菱ふそう警視庁大型人員輸送車仕様です。長いですよね。ベースの車両は三菱ふそうのエアロスターです。はい、窓がかなり大きいですね。でライトはプリント警察のマークが入ってます。で一番下、バンパーなんですけど、これシャーシから連続してます。はい、これも窓のところ網状になってます。外側にねプリントがありますんで、指で触るとカタカタカタというような感じになってるんですね。で車両自体のベースのカラーリングはこっちですね。この濃い、紺色というか青みがかった色になってて、そこにこの白いラインがぐるっと回ってるというような感じになってます。でドアがね2つありますけど、残念ながら動かすことはできません。でルーフは白ですけど、これは成形色になってますね。赤色灯はプリントになってて、後ろのこれも赤色灯ですかね。あとリア周りテールランプはプリントです。サスペンションはついてません。はい、レギュラー98番の大型人員輸送車です。これベースの車両はイスズのエルガです。これフロントがかっこいいですね。ライトはプリントになってます。さっきの輸送車はベースが、青系の色になってましたけど、これ下の方ベースは白になってます。その上にこの紺色がかったね、色が、ぐるっと乗ってるというような感じになってますね。なかなか綺麗じゃないかなと思います。で窓周りなんですが、これもね同じようなあの紺色がかった、プラスチックパーツですね。それがぐるっとついてるような感じになってますね。結構特殊ですよね。それからルーフです。さっきの輸送車は成形色の白になってましたけど、これは塗装になってますね。あと前と後ろに赤色灯があるんですが、これも塗装になってます。それとサスペンションはついてません。はい、バス系の車両カラーリングもデザインもどっちもかっこよかったんじゃないかなと思います。それと特殊枠として TDM ロックワンダーブルーです。このロックワンダーなんですけど、景品でロックワンダーレッドとか、あとロックワンダー、これ白黒のやつなんですけど、をもらうことができました。でこれに関してはトミカイベントモデルということで、あの購入する必要があったんですね。あの TDM シリーズいろいろあるんですけど、せっかくなんで、とりあえずこれだけ、紹介しておこうと思います。はい、ロックワンダーの特徴といえばやっぱりこのアームじゃないかなと思いますね。プラスチックのこのアームをガパッと引き出すことができるようになってます。ここの部分でこうやってね動かせるんですよね。これはねやっぱりかなり特徴的というか、特殊な車じゃないかなと思いますね。で片側に車輪が3つあって、サイドにポリスと、シルバーのラインが入ってます。これなかなかかっこいいなと思いました。その下にはトミカイベントモデルのマーク、ルーフには水色の、ことがねついてますね。もちろんクリアパーツです。これすごく綺麗だなと思います。で、テールランプはプリントになってて、サスペンションはついてません。はい、いかがでしたでしょうか。いろんなタイプあると思うんですけど、ボディのラインや窓のパターン入ってたりしますんで、結構細かくできてるんじゃないかなと思いました。全体的にすごく綺麗な車両が多かったような気がします。以上、トミカの青系のパトカーをいっぱい紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナウズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。